はい、こんにちは、まーちゃんねるまいはるです。今日はこちらですね、うん、仮面ライダービルド、変身ベルト、デラックススプラッシュドライバーです。はい、2017年12月27日本日発売のこちらのデラックススプラッシュドライバー購入してきました。はい、こちらですね、この仮面ライダークローズチャージ、うん、とグリス、うん、が変身するためのドライバーだね、うん、はい、じゃあ早速開けていきましょう。はい、よいしょよいしょよいしょ、はいはい、よいしょ。はい、ということでこちらがスクラッシュドライバーだね。すで、うん、にこのレンチをセットしてるけど、こんな感じ。すごいね、かっこいいね。黄色のクリアパーツになってて、中もそうだね、うん、で金メッキがありますね。すごいね。でこのレンチを下ろすことで潰すわけだ、うん、で今見えたと思うけど、これ何段階かあるんだね。トカチ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 ね、うん、なるほど。これで中に入ってるゼリーを潰すんだ、うん、そしてこちらがドラゴンスクラッシュゼリーだね、うん、本当にゼリーみたいなパッケージになってるんだけど、蓋閉めるアクション今回もあるね、うん、はい、でこれね、ちゃんとぷよぷよしてんの。本当だ、なんか入ってるよこれ。潰せる、だって戻るもん、うん、なんか入ってるよね。すごいね。続いてこちらがロボットスクラッシュゼリーだね、うん、この絵柄が変わりました。はい、あとは機能的に一緒だね、うん、それでベルトとベルト止めもついてるね。そうだね。はい、で本体の下にスイッチがありますね、うん、電源オンにしてみましょう。はい、スクラッシュ。はい、じゃあ変身してみましょう。まずはドラゴンスクラッシュゼリー。はい、はい、でこのレンチを下げる。お、潰した。潰れる、流れる、溢れ出るドラゴンインクローズチャージブラーって言ったみたい。でもう一回レンチ下げると今度は必殺技みたいです。やってみよう。スクラップブレイクだって、うん、これなんかゼリーがいっぱい出てきてって感じ、ね、あ、そういう感じか、うん、なるほどね。ああ、こんな感じだね。電源一回落としてみたんだけど、どんだけ潰れるかもう一回やってみてくれるかな、うん、どう。あ、そんなに潰れないのね、うん、もっと激しく潰れるのかと思った。ブニュねえ、うん、あれこんな感じ。説明書に書いてあるんだけど、スクラッシュゼリーのゼリーパックには商品の特性を潰した後にシワができます、あらかじめご了承くださいって。だからこれ何回かやっていくとだんだんこうグジュグジュグジュになって、あ、シワが、そう、シワができて潰れやすくなるのかもしれない。ああ、はい、じゃあ続いてロボットスクラッシュゼリー行ってみましょう。はい、潰れる、流れる、溢れ出るロボットイングリースブルー。ちなみにこの声はあのサザエさんのアナゴさんとかドラゴンボールのセルとか。あ、そうなんだ。そうそうそう。あとは滑らない話とか、そのナレーターやってる方だね。はい、じゃあ必殺いきましょう。はい、おはい、でフルボトルもこのドライバーセットできるんだけど、うん、有機物系と無機物系、うん、有機物ってのはまあ生き物みたいなフルボトル、うん、無機物ってのは生きてないやつ、あ、まあ、硬いやつだよね基本的にね、うん、のフルボトルで音が違うみたい、うんうん、なんでやってみましょう、はい、まずはラビット、うん、チャージボトルって、そうですね、変身じゃないのね。ああ、もう必殺技みたいな感じ、チャージクラッシュってなった。うん、タンク、お、ディスチャージって、
なるほどね、うんうん、ディスチャージクラッシュって言ったね。なんか機械みたいな音がしたね。うん、説明書に書いてあったんだけど、うん、ドラゴンスクラッシュゼリーとドラゴンフルボトル、うん、そしてロボットスクラッシュゼリーとロボットフルボトル、これ一緒なんだって思って。ああ確かに裏に書いてある個別認識プレートが同じ形してるもんね。うん、うん、そういうことなんだ。しかもこの絵柄も同じだし。ちなみにビルドドライバーにスクラッシュゼリーは刺さるの？刺さんないね。この部分が邪魔しちゃう。ゼリーが邪魔で入んないね、うん、ドリルクラッシャーは刺さる？よいしょ。あこれもこの部分が突っかかっちゃう。刺さないね、うん、ビートクローザーは？あダメだね、突っかかるね。トランスチムガンいけるんじゃない？もしかして。おあれ？おあフルボトル扱いなの？そっか、ドラゴンと一緒だからだ、うんうん、なるほどね。でも刺さる。刺さるね。面白い。これは刺さった、うん、はぁ、見た目的にも別に変じゃない。かっこよくなったよ、うん、はい、では毎回ねドライバー購入したら恒例なんだけど、あ変身対決、うん、どっちが早く変身完了するか、そしてどっちが早く必殺技が完了するか、おね、どっちのドライバーがね、うんうん、じゃあいきますよ。女性のほい、はい、じゃあ行きましょう。せーの。全然違うな。こんなに大敗ですな、ビルドドライバー、うんうん、全然かなわないじゃん、スクラッシュドライバーに。すごい、これまともに今さやりあったら変身先にされちゃってさ、必殺技も先に打たれてやられちゃうじゃん。ねえ、そうだね、そういうことだよね。はい、ということで今回は仮面ライダービルドの変身ベルトデラックススクラッシュドライバーでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、そしてチャンネル登録もよろしくね。ということでこのスクラッシュ面白いね、うんうん、あの食玩版がもし出たら中、ね、切ってみたい、うんうん、どうなってるのかすごい興味ある、はい、デラックス版を切る勇気はありません、うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。